すごいな。多分かこれここができるのかな。無理なのか。こう。あじゃあなんか首が首振りみたいな。ね、うまくこれ蓋開けるとこれ使って。じゃあもう一個。じゃあなんか下に下げた方がいいか。こっちを下げて。はいはい。やばいやばい。グダグダ。グダグダなオープニングです。いやこれをもう。すいませんグダグダです。短くしちゃって。生配信ってこう始まるまでアングルが決まらんのよ。ここぐらいまで合わせて。で今つけて始めてみたんですけども。どういうこと？今いや、で一生懸命ノンとバッシーとジョー君がアングルを決めて、俺が鍋に隠れました。もうちょいそっちも。もうちょい上げる？もうちょい。今ここ辻さんが上げてます。スターク普通に座って。はい。はい。はい。止めます。もうちょい下？だってそれ鍋の蓋が開いたらはいはい止めました、はい、いいのこれ遠くね辻さん入ってみてください。もうちょい前、はい、遠くねもう鍋と鍋のテーブルこれ一つ開けます。いやいやいや間一つ開けます鍋のアングルを。いやそうなの。そう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 。最初からそう決めときったらいいじゃないって話だと思うんですけど、始まるまで画角がちょっとわからないんですよ。YouTube の生配信って。どうでしょうか。はい、いいんじゃないですか。どう？ここ？いや、はい、入って。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、いいじゃない、いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。ただちょっと私の携帯で。配信してるのでコメントが。あ、じゃあ僕ので見ますね。やばい、私目が悪いかも。全然いいと思います。だってお良きですか。ありがとうございます。ありがとうございます。落ち着きました。これ正解。え、ちょっと斜めって。 YouTube を見てるんですか。結構ちゃいます。少しちょっとだけ斜め、ちょっと直します。どうぞおしゃべりしててください。あ、いいんじゃないですか。はいはい、はいはい、そうマジで本当はあの朝の時点でたーくんと告知しようねって話をしてたんですけど、ちょっと朝私がバタバタで出発しなきゃいけない兼ね合い頃合いがあって一緒に写真を撮ることができず今にいたり、ゲリラ生配信みたいな感じになっちゃってるんですけどなっちゃってるんですけど見れない俺のスマホで。でももうなんか気づけば1001とか7が分かんない。1000? 斜めだって。何ちょっと斜めてる。斜めってきてるね。斜めてる。ちょっと斜めてる、うん、斜めてる。でちょっとこうやってやっとく。こうやってやっとく。逆やねはい。そうで今日なんでこの配信をしてるかって言いますと、はいはい、私たち入籍記念日でございます。じゃーん。はい、こんなポーズなかなかせん。6月21日は私が杉浦になった日で。そうやな杉浦歴16年、はい、というめでたい日なんですね。二十歳でなりまして、はい、36になりました。16年経ちまして、はい、生配信しようという、はい、いや本当はね、なんかご飯屋さん毎年行けたらいいねみたいな話してたんですけど、そうそう、はい、私がちょっと昼なんですの生放送がありまして、はい、ご飯食べに行くことができず、ちょっとじゃあ生配信してみるっていう流れでね。流れでね。うん、あ、昼なんですお疲れ様でした。ありがとうございました。どうした。そうなんです。なので、はい、まあちょっとお時間限られてるとは思いますけど、ターノンチャンネルいつぶり？うん、ぶりの。あ、違う、この前あの急遽900人減った動画。あ、そうなの。900人減って200人戻ってきてくれたの、ありがとうございます。そうターノンチャンネルが前回なんかあチャンネル登録者数減ったなー言って急遽動画を撮って、質問も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。その質問返しは今日やろうかなと思ったんですけども、まあちゃんとね、うん、生配信だから、生配信は生でこう見てくださってる方とお話ししたいなと思って、うん、はい、その1個前に上がった動画の質問の開始っていうのはまたそれはそれでちゃんと撮れます。別で動画としてアップしようかなと思ってるので、はい、まあ、とりあえず今日は食べながらですか、はい、皆さんとお話できたらなと思っておりま す、はい、ます。よろしくお願いします。お願いします。なんかスタートなくていいな。そう、
生配信ですからね。生配信ですからね。はい。そうなんですよね。まあ、今回はね、ご飯でも食べながらね。はい。とりあえずじゃあ乾杯しますか。乾杯。はい。お茶です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。自分たちで。え、これでさ、明日から17年目なの？え、16年目になるんじゃない？違う、16回。だって20歳で入って36じゃん。そうか。うん、17年目になるの？17年目に突入なはずです。私たち17年目になるの？長くなりましたね。やばくない？そう思ったら。怖いね。ノアが今年16なの。ああそうか、うん、そうだよね、17年目、はい、怖っ。早いですね。早い、年も取るわ。だからモンが18の時には出会ってたから。モンさん、モンさん先日誕生日でした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、30 20 26歳になりました。永遠のね、26歳でいたいものですが、はい、36になりまして、うまいな。そうですね、結婚当初は20歳と26で若い結婚やなんて言われたけども、うん、16年も経てば、そうだね、42歳と36歳と、はい、やばいですね。まあそりゃそうだね、子供たちも大きくなり、そりゃそうだわ。あ、仕事中の、仕事の休憩中だって。お疲れ様です。お迎え時間とかね。いやそうだね、多分保育園の方は今お迎えの方多いのかもしれない。幼稚園かな。あとあれだね、ご飯作ってたりとか。ご飯はちょっと早いかな。作ってる人作ってるよ絶対。早いかな。私はほらもう後々に回すからさ、あれだけど、うん、あ、野田さんね今日生放送見ました。ヒルナンデス、俺ちょっと見れてなかったんだけど、うん、そう、あの野田さん、マジカルラブリー、ね、マジカルラブリーの野田さんとヒルナンデスで初めてお会いしたんですけど、なんか私のことをすごい応援してくれててみたいなね。でタークが一回ね、腕相撲で勝負みたいなラジオだっけ、ラジオに一回お声掛けいただいて、どうしても会いたいと、話したいことがあるって言われて、で辻ちゃんは俺の生きがいだみたいな感じのことを。いやそう、なんかすごい、はい、喋っていただいて、私も見たの、それタークの YouTube に上がってたよね確かな、みたいな感じなぐらいでだった。なんか不思議な生放送でした。ああ、生放送後の生配信やからな。そうだね、はい、うん、あ、固まった。俺動いてるよ。うん、こっち動いてる。あ、動きました。動いたかな。じゃあ食べますか。食べよう。はい、今回は、鍋ですね。いや意外と熱かった。はい、わお、ブイヤベースですねこれはね。見せたいね。見せたいね。あちゃ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 、腰が重い。いや俺はこうだよ。いやこうだよ。ブイヤベース、はい、サラダとかこんな感じを、よいしょ、いただきたいと思います。じゃあお取りしましょうか。はい、よいしょ。ノンさんのよいしょ、ここじゃがいもでも、よいしょ、じゃがいもでも入れて、よいしょ、イカとか入れますか、エビとか入れますか。おい、ハマグリ。ハマグリいる？はい。うん。はい。あ、ぶれぶれ。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい。いただきます。いただいてください。あれ、ロケ弁当分かったの？おにぎり3個食べました。マジっすか？しっかりと、普通のサイズのおにぎり3個食べました。マジか。俺めっちゃ食うでじゃん。食べて、いただきます。よいしょ、あっち、めっちゃ美味しそう。いやめっちゃうまいやろこれ。ういうい、早く痩せましたか。だって俺痩せた、焼けたかな、どちらかと焼けましたね。焼けたんかね。焼けた。だって釣りロケも行けば旅ロケも行けば、
焼けますよ、うん、畑ロケもしてるんですけど、うん、確かに、うん、いただきます。おいしい。あ、うまいね。おいしい。魚介だし効いてますね。うん、ブイヤベースうまい。ややピンボケして見えますって。マジでピンボケしてるぐらいが匂いかな。ピンボケしてる。今昼寝から起きました。うんうん。うん、桑畑さんが結婚記念日だって。本当だ。やっぱ6月って多いんだろうね。きっとその結婚式を挙げる人とかさ。まあ10分ぐらい通ってたな。はい。チーズのしゃぶしゃぶ。うん。行くこれ。とろけて。とろけんのは。ゆっくり食べながら、うん、基本的に仕事中の人が忙しい時間帯だね。本当、うんうん、ありがとうございます。あ、妊娠中だから海鮮系食べられるの羨ましいだと。ヒートをしててもダメだっけ。マグロがダメなんだけど、寿司屋に行けなかったよね。うん、また生物はやっぱり食べてなかったと思う。うん、だってあれ火通したらいけなかったっけ。うん、私焼き魚海鮮を普通に食べてた気がする、うん、その生じゃなければ。ただね、あんまり干してなかった、うん、妊娠中ってなんか食べたいものが食べづらいだったんだ。そう、だからつわり開けても食が全然変わっちゃって、なんかすごい偏ってたよね。ずっと納豆食べ、納豆をひたすら頼んでた時期があって食べたりとか、全国の納豆を取り寄せたよな。うん、タクのお母さんがめっちゃいろいろね調べて、あと薬丸さんの、うんうん、薬丸ジェリスの納豆とかさ、うんうん、いろんな納豆食べてた。そうそう、あと豆腐な豆豆なんだな。あ、枝豆も食べてたね。枝豆もひたすら夏場は、うん、全シーズンひたすら枝豆食べてたし、うん、食べてた。だから辻さんはマタニティライフの時は基本大豆が好きだった。そうだね、うん、今考えたらそうだね。意識したことないけど。確かに。ノアの時はトマト食べてた。氷は誰だっけ。ノア。氷ノアか。うん、そんな前。うん、早いな。なんか大豆は男の子な気がするってなると、大豆はみんな、ったら、うん、メンズだった。トマトと氷がノアだったから、わかんない。女の子はちょっとわかんない。昔すぎて1回しかあれだから経験ないから。チーズのしゃぶしゃぶどこ行った。え、今やったよね。あ、これちょっとやばいイカもいいですね。めっちゃ美味しいわ。何だ。よいしょ。卵焼きもあるよ。何を見せられてるんだって話よね。いや、いいじゃん。まあ、美味しいものを食べながら。何飲んでるんですか。だって、玄米茶。玄米茶だね。玄米茶飲んでます。一杯飲みますか。何を。飲まないです。飲まないです。本当にお酒飲まないから。なんか生配信でお酒飲んだら多分アウトやと思う。いや、アウトだよ。もう放送事故だよ。喋ん、寝ちゃうんだから連れて帰ってくる。連れて帰って寝ちゃうか、急に何でもないことで笑い出すっていうそうだね。コメント見て笑い出す。それあるな一回辻チャンネルでお酒飲ました動画あるんで探してみてください。飲むの酔っ払ったらマジおもろいもんな。おもろいっていうか、おもろいっていうか、飲んだ一杯飲んだ瞬間に俺が冷める。
そうだから結局まあ弱くはないけど強くないっていうの、うん、はね、なんて言うんですか、別になんか好きじゃないから普段飲まないし、だから免疫もないしみたいな、飲み慣れてないからね、そう飲み方が分かんないから、うん、とりあえず飲めって言われたらグーって飲めるんだけどすぐに寝ちゃう、一日終わったみたいな結果、でも家にな子供たちいるし、まあ、子はちっちゃいし寝かしつけとかもみんなやらなあかんから、うん、酔っ払って寝てる場合じゃないんだよね、うん、だしなんか飲むタイミングがなかった、やっぱり二十歳超えて、うん、ずっとさ授乳か妊娠かみたいな感じだったから、飲んでイエーイっていう時期がもう20代が終わっちゃったんだよね、そうだっててね、そんな感じだった、でも30代って飲んでイエーイってやってももうまあまあできたよね、もうちょっとしたらいいんちゃう、でも別に大丈夫、お茶玄米茶でイエーイってできるだからコアが小学校入って高学年とかまた40代です、うん、別にお酒は大丈夫昼からイエーイみたいな、いや普通にカフェラテで大丈夫、確かに、うん、カフェラテで成立してしまう、でも飲めたらいいなって思うよ、楽しそうだなとか、そのそれこそターくんと、うん、子供たちが寝た後に夫婦の時間でチビチビ飲むみたいな憧れるよ、憧れな、え、それこそ私ビールっていうものを飲んだことがないの、ビールを、ビールって嘘やん、ビールない、匂いを嗅いでもう無理、あそうか、そうビールは匂いで味を知ってるだけビールは飲み慣れないとかな、逆にビールしか飲まない人もいるし、うん、そうだね、そう、あうちのマネージャーのジョー君なんかビールしか飲まない、へえ、喉越しっていうじゃん、マジでわからん、喉越しが、仕事終わりのこう炭酸スカっていうのがやっぱ美味しい、よいしょ、うん、ジンジャーエールでいいか、ジンジャーエールでええで、まあええんちゃう、うん、俺も別に昼間から飲もうとは思わないもんな、うん、若い頃さ結構休みの日、うん、公園行きながらみんなでイエーってやっぱ俺飲んでたよ、なんだっけ、パパともとイエーって花見、うん、とかね、うん、今別にいいかなと思う、うん、あ、やべ、チーズの存在忘れてたじゃん、あ、チーズ、もうチーズ固まってるやんちょっと聞いてみよう、何と食べるんだ、うん、俺はもうだしとチーズを食べるめっちゃ湯気立ってるからちょっと気味が、うん、うん、おいしい、うん、もうチーズ入れる、うん、入れとく、うん、うん、じゃあチーズ入れちゃいます、すごい、ダーク痩せましたってまた来てるよ、マジで俺痩せた、体重増えたんだよね、増えて、あ、増えて戻った、あ、じゃあ痩せたのかな、69.6 ぐらいまで行って、うん、今67なんだ、うんうん、2週間前だから俺台湾行ってたよ、うんうんうん、台湾のロケでひたすら食べて70弱になって、そっから2週間で3キロ痩せたかも、だからその急激に痩せたから、うん、痩せたように見えるんじゃないかな、うん、多分結構浮き沈み意外とあるかも、私痩せたわと思って、うん、みんなに何か痩せたって言われるから痩せたんかなと思って体重計乗ったら増えてたのそんなことある、増えてて、でこの間フィッティングして、うん、やっぱりね、あのね、この辺は落ちていくんよ年とともに、でもやっぱウエスト、お腹周りとお尻周りはやっぱりね年齢とともについてるのよ、増えてた、増えてた、だし入んなかった衣装も、マジで、うん、マジで意外だね、うん、顔につかなくなってくるんじゃない、そうだから多分ここがなんか肉がつかなくなっただけで、うん、意外とね、そうなんですよ、しっかりしてるしっかりしてるしっかりしてるんですよ俺、うん、多分服のせいかな、うん、あ、ちっちゃく見えるのかな、何これ脱がそうとしてる、服のせいじゃない、そうかほら痩せたどうですか、服のせいだった、服のせいだった、服のせいだったかな、
わかんない。俺でも着痩せするって言われる。まあ確かにそういうシャツ着るとなんかテロンってこうするから。確かに、うん、ソフトマッチョだしね。そうやったらね、だから着ちゃうと筋肉隠れちゃうと確かに細く見えるのかも。あ、でも言われるわ。うん、いやでも着るわ。なんで？記念日だし。え？記念日だし一応こうなんか着るの？襟付きの方がいいのかな。あ、そういうこと。そう、足幅ないんだよな。まあまあリモート的な、ね、リモート的なやつ的な感じで、ここら辺だけちょっとあ、襟付いてるなと思ってめっちゃ幅ない。タンクトップ気持ち悪いですって言って。暑いね。ええやろ。暑いよね。暑い。痩せたって多いね。ほんまかな。うん、月曜日タク体力見かけました。どこで、うん、どこで。ほらチュ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 が多いんだよ。チュチュチュは生配信すると YouTube で言うから。そっか、うん、私が話したのか。そういうことです。うん、ノアからも言われる。そう、ノアにはもうネタにされてる。うん、私もノアから LINE が夜寝る前に来た時に、おやすみチュチュチュってノアから来る。寝たやんみたいな。でも振り切っちゃうとさ、なんか親子でそういう話してもなんか盛り上がるもんね。うん、そうね。最近ノアともよくなんかよく喋るよね。よく喋るね。うん、喋る。それぐらいの方が俺は幸せです。あーでもないこうでもないってほんとずっと喋るよね。昨日もコア寝かしつけた後1時ぐらいまで喋った、ね、喋った汗、うん、眠かったもん。いやでもさ、やっぱノアは若いからさ寝なくてもさ、高校生の時ってさ寝なくてもいけた。私どうだったかな。いや俺ノア学校大丈夫かなと思って睡眠時間。いや、あのうまいこと寝るんよ。ノアは割と勉強に関してもその睡眠に関してもそうだけど、ちゃんと自分で計画性を立てるっていうか、リズム作っちゃうんだね。うん、だから夜寝るのが遅くなってもそれをどっかで調整するの、ちゃんと。それは睡眠のもそうだし勉強もそう。勉強もか。うん、自分でちゃんと、うん、まあ期限とかがあったら絶対にやる、そこまでにって私は信じてる。まあやることやってるからね。うん、うん、まあ、勉強は大変ですよ。学校で寝てたって。学校で寝てたかもしんない。行ってない。行ってます。行ってた。行ってます。行ってます。何ちゃんと言ってます。あ、何ある。生はもはやどうやって食べますか。これにつけて入れますか。うん、とりあえず大丈夫。ドレッシングあります。あ、これかけようか。はい、シーザーか和風玉ねぎか、ストロベリージャムか。え和風玉ねぎ。はい、和風玉ねぎ。やばい、今日で結婚1ヶ月です。だっておめでとうございます。おめでとうございます。もうピチピチや。最高にもう大好きな時じゃん。大好きだよ。塗ってしまったと思ったよ。いや、あのね、16年前とはそれはもちろん感情も変わってくるし、うん、16年経ったからこその感情もあるしな。うんうんうん、いやマジで本当そうだよね。うん、本当に思う。もう新婚1ヶ月なんかはタクワンとか言ったら行かないでって。仕事に行かないでって言ってた。ノアと私どっちが好きなのみたいなね。言ってたね。ノアなの私なのみたいな。そこみたいな。そうね。まあ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 、いろんな形のね月がありますし。そうですね。
もう今なんか聞いたことない。何が？ノアなの？私なの？どっちなんだ？一生聞かへんと思う。思い出話もたくさん。あ、カレー入ってる。うまいや。あ、絶対うまいやつや、うん。彼に会いたいわ。あ、その気持ち大切にしてほしい。彼に会いたいわ。うん、めっちゃ息するやん、うん、玄米茶緑茶もある。玄米茶がいい。普通にご飯食ってる動画ってなかなかどうしていいか分からないやつ。え、そう？だらだら食べて、うん、よく辻の3食でずっと喋って食べてるから。すごいよね、あえてなんかこうずっと喋れるの。いや、あれはなんだろうね、女子特有なんかな。ご飯食べながら、多分私24時間の生配信とか全然できる、食べながら。マジ？うん。ちょっとずつ寝かしてくれる。ちょっと寝かしてくれる。そっか、うん、一人でだらだら喋るってなかなかないからさ。うん、家でも聞いてる方が多いじゃん。まあ確かに、私とノアがずっと喋ってるもんね。そう、9対1ぐらいな。そうやな、そうやな、うん、でもそうちゃう。ああ、そうやな、そうやな。だって昨日も私とノアがこっちに座ってて、ターくんがちょっと遠面にいたんだけど、なんかちょっとおじいちゃんみたいな人の寝方が。でも昨日感じてたのが、うん、ちょっと思春期の頃とかやったら、うん、絶対パパの方見なかった。あ、ノアがね、うんうん、でもちゃんとママとパパがいたら、ノアがここにいたら、ちゃんとこう両方の目をこう確認、うんうん、これでそれでそれでって言うから。いや、だってパパっていう言葉をさ、パパにかけないかったじゃん、うん、言ったら。そうやな、私にもそうよ。もうだって本当にあんまり喋んなかったよね、うん、ノアとそのザ思春期みたいな時は。まあだからそんな時期があると、なおこういうなんか本当に些細なたわいもない会話をした、その空気感がすごい幸せに感じるんだよね、うん、なんかそういうことがあったからこそ。昨日もこの時間大事にしたいから寝るの我慢して。いや、そうなの、そうなの、わかる、それもわかる。眠たいと思いながらめっちゃ眠い、明日早いと思って。めっちゃ早いかなと思って。そう、でも多分これってそれが普通に今までもうそういう感じできちゃったら、その感じはまたないわけじゃん、きっと。そのまあ幸せだけど、そのもっとその今自分が感じてる幸せの感じ方っていうのはないわけじゃん。だからそれは一回ノアとのその思春期っていうのを超えて乗り越えたからこその嬉しさよね。まあね、あれを知ってるからこの幸せを分かるみたいなね。うん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 、あるある、ね、次はせいだよ。そうだね、うん、すぐそっちゃん、そっちゃんの反抗期想像できんの。来るんかな、来るんかな、うざいみたいな。でもちょっとまあ来ないのも逆に不安だけど。でも来なかったんでしょ多分。いや、でも多少はあったと思う。あったの、うん、え、私あったんかな、どうなんだろう。何かに当たってドンみたいな。いや、自分の心の拠り所がわからんみたいな。あった、あったんて、もう仕事してたからじゃん。かな、親とずっと一緒にいるとか、友達同士とはならへん、うん、やっぱ家族だからこそ、親だからこそ生じてしまう感情。まあまあ、それはだって未だにあるよね、やっぱり。まあね、うん、なんかやっぱり言うても親になったけど、親に対しては子供の感覚で言っちゃったりするから、うんうんうん、なんかちょっと強く当たっちゃったりとか。そうそうそう、未だに会って反省するもんね。反省してんの？反省するするする。なんか強く言い過ぎたんだとか思う。ごめんって思うよ、一応。人間だもの。やめよう、ちょっと笑い方変えよう。最近すっごい笑い方に年を感じるよね。前どんな笑い方？いや、わかんない。
なんか笑い方がすごい、なんか自分が想像してたおばさんの笑い方っていうのこれだ。わかる、わかる、わかった。最後低くなっていくやな。あそうそう、あどうしたらいいんだろうこれ、どうしたらいいんだろう。キャハハっていい感じでいい。たまに出るんだよね私ね。いやいやそうそうそう、たまに出るの若い時の自分がね。若い時嫌って言ってた。いや、わかんない。でも、どんな笑い方してたかはわかんない。もう覚えてないけど、こんな笑い方ではなかったはず。でも、高笑なははは、確かになははははって言うわ私。でも、なはははは、の発声めっちゃ良くないねえねえ、大丈夫、あのほうじ茶です。ほうじ茶何これ、玄米茶です。玄米茶です、ちゃんと普通の。いや、なはははじゃないね、今の。何むはははむはははは、むはは。いや、だから私本当に多分何にもしてないんです。その腹筋もしてなきゃ、運動もしてないし。この前散歩、家の周り一周したら息切れして俺引っ張って帰ったから。そうそうなんだよ、ね、これ以上歩けないってなって、嘘だな、おんぶしてと思ってそう。でもマジで腹筋だけはカッチカチなの。だ多分この笑い方がいいんだと思う。あ、笑いトレ。多分笑ってるだけ、笑ってるか怒ってるかじゃん私。そうやな、でしょ、うん、だから多分この腹筋がバッキバキなのは、自分のこと分析して笑ってるか怒ってるかって。いや、そう、笑ってるか怒ってるかで腹筋を使ってんの。その通りやなと思った。多分それ以外何もしてないんだもん。ちょっと運転するときに浮かしてるぐらい、癖で。あ、そういうこと。背もたれに寄りかからないの私、完全に。ちょっとグッとこう、そう、こうじゃなくてこうで、ちょっと触れてるぐらいで運転しちゃう。いや、長距離無理や。長距離は無理、どっちにしろ無理、運転の。ただマジで車庫入れが得意なの。だからタッシーに得意なことは何ですかって言った時の、私の得意は車庫入れって書いといてって言った。でも自社に限るって。そうやな俺の車運転できんもんな。できない。ちょっと車種変わると無理やもんな。無理。だから旅行先とかでレンタカー借りるともう運転できんもんな。もうできない。そう、自分の車だったらもうどんなに狭い車庫入れも多分できる自信がある。分析、これが入ります、原理的にどうにかすれば入りますみたいな。もうこれだったらできるけど、でも車がちっちゃくなってもできんね。いや、なんかもう原理的に入んないとこは入んないけど、原理的、物理的に入んないとこは入んないけど、うん、どの車も入らないの。そう、でもその物理的に絶対どうにかすれば入りますっていう車庫だったら入る。みんな軽とかやったら絶対小回り引くから、まあまあまあ運転できると思う。まあでも全然自分の車なら大丈夫、うん、でも結婚当初はもちろん免許持ってなかったからさ、よく免許取ったよね。いや、それがまた楽しかったの。その学校に行ってる感覚っていうの、私高校生の経験ないから、うん、なんかそのノア産んでから取ったよな。ノアを産んでから、そう、1ヶ月ぐらいで取った。で、なんか休業してた時や、高校大学っていう経験がないから。でも私がドラマで見てた大学の授業の感じだったの、その免許の授業が講習がな、うん、それがすごい楽しくて、だから全然苦じゃなかった。でも勉強も種類が違う、興味があるものやったら吸収できるってことや。そう、だから一発ではなかったのよ、1点足りなくて。2回目合格。そう、1点だけ足んなかったの。でもすごくない？いや、ノンやから昔の成績とかも聞いてるから、これ7、8回行くんかなと思ったけど。いや、本当に、だって漢字も読めなきゃ、字も分かんないし。そうやね、本当に。だからよく本当に取れたなって思う。だからやる気の問題よ、結局は何事も。あともう一個資格持ってなかったっけ
あったの？資格っていう資格でもないんですけど、あの食品衛生管理。そう、立派な資格やん。食品衛生管理の資格を持ってます。あとね、ベビーマッサージの資格を取ろうと思ってて。惜しかったな。そう、なんか行けないまま、ほんと最後1回行ってテストを受ければ受かったんだけど、その1回がなんか行けなくって、行けないまま忘れちゃって過ぎてっちゃって取れてないの。だから結果それなしやからな、もったいないな。うん、ほんとに教習だな。うん、資格とか取り出したら結構ハマるかも。うーん、俺ちょいちょい結構取ってるからさ。資格あったらあったり、なんかあこのスキル自分のもんやと思ったら楽しい。多分めっちゃ持ってるじゃん。俺結構ある。言っちゃってごらん。いや長いから。ムカつとは。俺長いから。長いから。いっぱいありすぎて。いっぱいありすぎて。私は免許と衛生管理。まだあるまだある。うん、1個ある。まだあるよ、ほら1個あるじゃん。言ってやって言ってやって。スキューバーよ、スキューバー。スキューバーダイビングの免許ね、はい、持ってるんですよ。マジ泣き泣き潜ったよね。それも いつ取ったか言ったって。20歳。違う、そういうことじゃない。いつ取った？新婚旅行。あ、そう、新婚旅行の。どこ行った？新婚旅行パラオ。お、正解です。いや、ちょっと忘れてた。ちょっと一瞬危なかった。違う、なんか店の名前言いそうだった。国の名前を間違えそう。そう、だから石垣島でも潜ってる。そう、マンタを見たんだよね。そう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 。でマンタのスポットに行って、しかもマンタが来るまでめっちゃ待ったよね。シャレ。マンタを来るまでめっちゃ待ったよね。いやいや、普通のね、そのもうおじさんなんで、多分そこ拾ってきちゃったらおじさんなんじゃない。そうか、めっちゃうまいこと言うだろ。うん、そうそう、そうなんだ。持ってるね。持ってる、ほら、3つもある。3つも持ってる。3つ持ってりゃもう十分ですよ。まあでも多分持ってたらよかったなって思うものはいっぱいあると思う。うん、資格は取って無駄にはなんないよね、絶対ね。無駄にはならんけど、講習が、更新がめんどくさかったですよ。あ、船とかも5年に1回とか忘れた頃に。はいはいはい、そうなんだよね。それは確かにわかる、めんどくさいのは。でもスキューバーは更新ないからまだあるはず。いやー、ちょっともう怖いな。シュノーケリングで十分。確かに。いや、違うんよ。あの、たーくんがそのダイビングがめちゃくちゃ得意で、うん、で私は初心者なのに、下の私の一生懸命頑張ってる、潜ろうとしてる真下でめっちゃ笑かしてきて、で笑うと水が入っちゃうの、このマスクに。で私はその水抜きっていうのがまだうまくできないから。耳抜きな。耳抜き、みここちゃちゃん、ここにさ、笑うとさ、ここ、ね、水が入っちゃうじゃん。ブブブってやんなきゃいけないんだけど、もうそれが本当にできないから、マジでやめてと思って。そう、まだあの時はほら新婚さんだったから、あ、そんなに怒んなかったけど、今やったら本当にもうやばいだろうね。やめろって言ってよ。死んじゃうよっつって。ちょうどノンがこう入ってきた頃に、俺は先に入ってるから海底で待ってんのよ。そうそうそう。で下で笑わしてたら、ここでめっちゃ怒るみたいな。もう水入ってパニックになっちゃうんだから、ほんとどうしたらいいのってなっちゃうからさ。いや、でもちゃんとあのインストラクターさんがいるから。いや、そうだけど、インストラクターさんは私じゃないじゃん。私はもう怖いんだよ、ここに水が入っちゃったら。鼻に、だってこ鼻と一体化なわけよ、この、わかる？だからもうここに水が入った時点で鼻の息はどうしたらいいんですかみたいな。もう笑かしたっつって、俺海底でこうやって待つのがいいよ。いや、そう、もうそこでこうやってなんか座って待たれてて、嘘だろみたいな。ちょっとぬふってなったらブブって入ってきて。爆笑じゃないで、ぬふって笑ったんじゃん。ぬふってあったらブブって入ってきたの。そう、そんなね。懐かしいですね。難しいですね。バッシーはいますかって。バッシーはいますよ。マネージャーさんいないと生配信できない。ほら、コメント読まないのって言われちゃってる。コメント読みますよ、はい、すいません。夫婦で最近何のスポーツしましたか。スポーツ、スポーツ、いや、あの、多分私とタウ君の得意なスポーツのジャンルが全く真逆なんですよ、ね、家で卓球とか。
ああそうだね。卓球。私は球技が得意で、でタクはバランス系が得意だから、はい、全く逆すぎて。言ったらスポーツとか趣味は合わないんですよ。全く合わない。共通の趣味なんですかって言ったら分からへんもんな。共通の趣味。共通の趣味。共通の趣味。いやお酒も好きじゃないしね。うん、私ね。釣りもそんないかんしな。釣りはちょっと一回行ったけど。いや釣りは好きだよ。好きだけどなかなかまあ行けないから。筋トレもしてへんやん。うん。ダンスできへんやん。うん。あ、今年のプレゼント。共通の趣味。共通の趣味ですよあれ。歌ですか。歌ですね。歌ですね。歌ですね。しかもそのまあ本当に趣味だからね。そうそうそう。あくまで。レベルはとは。レベルが本当に近しいから。はい、歌の。ね、だからまあ本当に自分たちの中で楽しんでるだけなんですけど、カラオケだね。家で。できるカラオケをタワ君が誕生日に買ってくれたのでそれで楽しむみたいな感じだね。やっとね、あのスピーカーもつけてね。そう、ちゃんとね、エフェクターもつけてね、うん、やりましたけども。いや楽しいよね、うん、確かに。次資格取るとしたら何が欲しいですか。何資格、頭のその勉強とかうんぬん一回置いといて取れるんだったら、私は助産師の資格を取りたい。マジ？助産師さんになりたい。その勉強うんぬん一回置いてね、何をなりたいって。資格として、うん、資格っていうかまあ何の職業に就きたいかって言ったら助産師さんになりたい。なるほど。何？え、でもいっぱい持ってますものね。いや俺何やろ。逆に持ってない。え、歌のお兄さん。歌のお兄さんだから歌のお兄さん。歌のお兄さんはちょっとだから踊れも踊れないし歌えないし歌のお兄さんちょっとハードルが高いんじゃないでしょうか。子供たちと一緒に行くよ元気にみたいな。やったらだからまあ一回全部置いといてね。そうそう、ね、できひんけど、うん、なんかできたらいい。まあまあまあそうだね。うん、それはでも楽しそう。楽しそうだね。うん、だからあの、うん、E テレでさ、2人でお兄さんお姉さんで朝の番組。いやでも私それ言ったらあのウルトラマンショーの始まる前のお姉さんとかやってみたいよ。みなさーんってやつ。こんにちは。こんにちはみたいなやつやりたい。せーの、頑張れーとかですね。そう、応援するよー、頑張れーみたいな。あの、あでもできそうだね。やってみたいな。あれもスキルがいるからね。いやそうなんだよね。子供たちの心をつかみながら、うん、タイミングよくウルトラマンのみたいな、うん、どうしよう怒っちゃったりして違ううるさいそこじゃないみたいな、ね、注意入っちゃったねすぐクビです、ね、あとやりたいのでもさ、うちらあんまやったことないのが、うん、アニメ系の声優さんとか声優さん、ちょっとやってみたいな。いや声優さんは大変だよ。もうだからさ、それこそ本当絵を見てこっちを見て頑張できないもん。まずえでもアフレコやん。アフレコだけどそのアフ当てなきゃいけないじゃん、その口とかね、タイミングとかね。そう、こっちも覚えなきゃいけないじゃん、言わなきゃいけない。でもこっちももうどっち見たらいいの。いやそこは台本は覚えてくる。いやいや、もうテンポよくいっちゃうじゃん、こうやって早い早い早いと思ってそこはセリフ覚えとかんと、うん、それがね苦手だけど、その嫌いじゃない、好き、そういう。そうやね、うん、そういうでも経験あるやん。うん、なんか好きでやったら、やってたら楽しいって思う。確かに、うん、セーラームーンとか楽しそうだもんないやいや難しいな、ハードル高いな。すごいハードル高いとこ行ったじゃん。セーラー通人マーキュリーみたいな。セーラー通人マーキュリーね。いやそれはちょっとえセンスがあまりあれだけど、私はマーキュリーになりたくて、あのその時当時七五三で3歳で髪を伸ばしてたんだって、うちの母が私の髪の毛を、うん、でも私はマーキュリーになりたくて髪を切っちゃったらしいの自分で。
じゃあマーキュリーになりたいっつって。マーキュリーって何色だったっけ？青。あのショートカットとか。はいはいはい。マーキュリーになりたくて、自分で髪をショートカットに切っちゃって、その時にババがってちょっと泣くみたいな。まあ自分で切ったら怖いわな。ね、そう。いや、うん。マーキュリーになりたかった。うん、あ、同じ、これおるやん。うんうん、いるね。他にもいっぱいいる中でマーキュリーな。その当時はマーキュリーだったらしい。他にも赤と緑と、うん、なんかビーナス。いるいるいる。いっぱいいるよ。いっぱいいるよね。ウラヌス。うん、そう、外まで行けばウラヌスとかネプチューンとか。ネプチューン、外。うん。うん、外。セーラー戦士の5人のプラスアルファで、そう、あ、この仲間たち、あれも水金地火木土っていう感じ。あ、そう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 、はい、そうやって覚えるよね。うん、全然そうやって覚えてないけど。覚えてない。火星がマーズ。え、あれ違ったっけ。いや、そうだとしたらチビウサはどこに入るの。チビウサは、チビウサは子供だから。チビウサは入んないの。ネプ、ネプチューンは冥王星。ウラネス。いや、ネプチューン海王星だよ。あ、海王星か。ウラネスは、ウラネスが冥王星。だから、でも俺小学校5、6年生の時やっとったよ。そうだね、多分そう。私幼稚園で見ていいのか、見たらあかんのかみたいな思春期で。あ、変身シーンみたいな。そうそうそう、あとは女の子が見るものだみたいなのもあったから。うん、でもその後になんかシリーズ続いてたのね。俺ノンと結婚してから詳しくなったの。そう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 。そうなの。まあそうだよね。あと俺と結婚してからドラゴンボール詳しくなったやん。うん。妊娠中にドラゴンボールの少年期の1話から、うん、フリーザセル編魔人ブーまで行ったやん。行った。でもセルがちょっと長すぎて。長かったね。そう、ちょっと飛ばしたね。で魔人ブー行ってまた悟空がちっちゃくなって、うんじゃん。あのちっちゃくなるのがあんまり好きくなくて。あ、GT ね。うん。だからノアの時のひな祭りの人形がドラゴンボールのフィギュアだった。あ、そうそうそう、作ったね。ドラゴンボールひな祭り、多分ブログに多分残ってると思う。懐かしい。懐かしい。アニメで言うと皆さん見てますか？推しの子。無敵の笑顔でラスメリア。チーターその秘密ミステリア見つけてててててじゃない。ほんとにさ、最近の曲は歌われへんな。あの音楽と歌詞が異なってなさすぎて、あの口回らないんだよね。口が回らんし、口が回らないというか、どこにそのありがとう、その歌詞を当て込んでいいのかが分かんないくらいの、なんかドに対してあってさ、わかる。だから普通にあっていうところにあいうぐらい入るな。そう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 、それが本当に難しい。確かに。裏を取りながら表も取りながら。うん。マジで難しいよね。だから今の曲はそういうのがいっぱいだし、感想がないんだよね。歌っててさ思ったんよ。確かに。推しの子のね、あの YOASOBI のアイドルっていう歌ね。うん、感想ないからどこで息継ぎしてんだろうと思って。でも昔の曲って無駄に感想長くない？3分とかさ、まあ、3分はないか1分とか。ビーズさんのラブファントムが歌い出しまで何分間もあるみたいな。あ、そうそうそう、本当昔の曲って結構長かったよね、感想が、うん、あったよね。今は本当に感想っていうものがあまりない。でも時代によって違うのよね。うん、そうそう。でもやっぱ子供たちがハマってるものってやっぱ親も一緒にハマると楽しいからさ。見て見て。あ？辻ちゃんアンパンマンに似てるねってどういうこと？これは何？悪口？のんはアンパンマンに似てます。私もアンパンマンに似てんの。でもわかる。でも。ここかな、アンパンマンに似てる。アンパンマン似てるところってあと、でもほっぺたしかないよな。アンパンマンか。アイドルどこで息継ぎすればわかんないよね。
なすごい、ね、やっぱそういう訓練もしてるんだよね。だからやんなきゃダメだね、私たちも。ボイトレ？うん、ボイトレ。ボイトレ？呼吸法っていうの。呼吸法。うん。ああ、待って待って待って、昨日三つ子が生まれました。だって、おめでとうございます。おめでとうございます。三つ子ちゃん、え、三つ子生まれても普通に会話できる？まあ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 、帝王切開かな。ね、体力大変だっただろうね。いやでも私三つ子のお母さんの YouTube 見てる。本当にすごいと思うよ三つ子。大家族系の YouTube 好きやもん。大好き。三つ子を、うん、このお腹で育てるのもすごいし、産むのもすごいし、育てるのもすごいし。双子でも大変だと思うんで。うん、いやもう一人でも大変だよ。うん。一、うん、人の時のお腹見てるから、双子ちゃんだと、三つ子ちゃんだとお腹が、うん、歩くの大変だよね、絶対。うん。めちゃくちゃうまいよね、うん、何鍋ですか？ブイヤベースです、うん、もう結構ほとんどなくなってきたバッシーたちのおめでとう。バッシーもいるし、ジョークって、ま、タークのマネージャーさんもいますよ。いますよ。さっきやったの、バッシーから見て、ジョー君から見て、私とタークンはどういう人ですかっていうのが。え？マネージャーさんが見た俺ら。バッシーは私を見て、でジョー君はタークンを見て、どういう人ですかみたいな。太陽さんすごいなと思って見て。ちょ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 、だからバッシーがタークンを見てじゃなくて、バッシーが私を見てる。太陽さんすごいなと思って見てます。どういうとこが？いつもよく向き合ってるなって。よくこんな見捨てないで向き合ってるなと思って、もう本当に俺すごいよね。すごい。何なんだよみんな。本当にすごい。何なの？どうした？俺どうしたよ。友達にも言われる。なんで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 。なんかあの変な意味なく、もう本当にこうなんかこうなんか同志みたいな感じで。うん。何何何。じゃ何何どの辺が私。ダメ。いやダメとかじゃない。ダメじゃない。やっぱ気分屋じゃん、そもそも。まあまあそうだね。やっぱ100、ゼロか100だし。で、やっぱ仕事、まあ、仕事の関係とかだったら、それやっぱあのちゃんと付き合う部分とかはあるじゃない？仕事として。じゃないのに、やっぱ家でずっと、私なんか逃げようと思えば逃げられるから、変な話。逃げたいの？逃げようと思えば。逃げたいの？逃げようかなっていう時で。ちょっと。まあ、それはないけど、だそういう時でもやっぱ太陽さんがすごいフォローしてくださるからすごいなと思うよ。だって私がやっぱりその言ったら生理前とかでさ、機嫌が悪いですみたいな時もさ、すごい神様のようにいや本当に本当にそう思う。今話しかけちゃいけないなみたいなね。うん、あもう16年も一緒なんだ、17年18年目です。やべ、もうちょっとしたら人生の半分俺と一緒に、うん、そうなんですよ。もうお互いのことを大体分かってきてると思うし、だからやっぱり YouTube 生配信したりとか SNS とかね、いろいろ上げてるけど、うん、SNS に見せてる姿って実は 5% ぐらいだったりするその 95% は、ね、プライベートの時間やからさ、その時間を仲良く過ごしたいからな、うんうんうん、聞いてる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 、めっちゃ聞いてるよ。 95% 仲良くしたいね。全然 95% 仲良くしたいわけじゃん。そうね、な大変なんですよ。大変なんですよ。何が何がどう何がどう何がどう大変なの。いやもうね、いろいろよ。あ、じゃあジョークに聞いてみたら。いやもうなんか怖いもん。なんかだって今私バッシーが見る私って言ってんのになんか違う感じになっちゃったじゃん。だから怖いやん。いやでもあれやってるのはあげたいよね、うん、どっちも長いですもんね。
どっちのマネージャーも長いですもん、ね、長い。いやでも結果私が思うにそのまあ夫婦関係もそうだし友達関係もこの仕事の関係性とかも含めて、うん、ここが良ければいいんじゃないと、はい、手なずけられる手なずけられる思わない？どう見られててもまあ全然、うん、これらが楽しくやりちゃう。そう楽しいよね、うん、いや人生飽きないわ。すごい。あ、私？すごい。すごい。ね、多分そうそう、だから。マンネリ化っていう言葉がないの。それがすごいです、ね。わあ。あ、すいませんね。溶けてきた。溶けてきた。やばい。やばいやば。うわ、今年は、アイスケーキにしました。危ない。マジで溶けてるやん。危ない。封しちゃうか。危ない。せーの。ありがとうございます。やばい。めっちゃ溶けてる。一回冷やします。そうだね。確かに。あ、もうこんな時間が。俺、1時半に買って。あ、それはやばいね。ドライアイス30分分しかもらってなかった。こういう感じ。それは絶対足りない。やらかした。うん。それは絶対足りない。2時間ほど溶けてしまいました。やばいやばい。辻ちゃん酔ってるのだって。だからなくなっちゃったじゃん1本。私酔ってないです。だから玄米茶を緑茶ね飲んでて、今緑茶になります。はい、全然私はお酒飲まないんで酔うっていうのはあんまりない。基本的にのあの飲んでお酒がなくても、うー映える、すごい。フルーツ盛りになりました。鍋が終わりました。酒がなくても普通にこんな感じ。でもこの時間でも4000人が見てくれてる。いや本当に4500人近い人が、ね、うん、見てくれてるよ。確かにこの夜9時10時やったら分かるけどな、うん、夕方にありがたいね。酔った辻ちゃん大好き。酔ってないんだよ。ちょっと顔赤なってきたんだよ。いや酔ってないよ。普通にペットボトルから出したお茶だよ。ありがとうございます。刺しておきますね。フルーツは刺しておいていいの？いや、ここにこうやって。でもだし巻き卵もあるの。いる？うん？いや、もうフルーツだ。うん、この辺の。いつも動画見て元気もらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。生配信初参加できました。うん、うん、すごいね。でもタンモンチャンネルの生配信割とレアだからね。確かに、うん、年に1回とか、うん、この後お腹いっぱいだったからさ、うん、子供のご飯どうしようか。いやもうカレーだよカレー。今日はカレーです。カレーって子はカレー好きだしね、うん。っていうか子供たちがなんかすごい手の込んだカレーライスよりも普通のなんかゴロッとしたほんとブツブツ切ったカレーライスのが好きで、そこがめっちゃありがたくて、私ドライカレーとかそういうの作っても結局なんかいつもの普通のがいいって言われるの、うん、だから今日はカレーライス、普通のカレーライス、カレーライス。明日も食べられる。いや残んない。早く作ってもマジで食べるよね。めっちゃ食うね。めっちゃ食べる。特にせいや、うん、びっくりする。ご飯食べた後に普通にカップラーメンとか食べるの。さっき食べたじゃんみたいな。食べて1時間後ぐらいんだよ。ご飯食べたじゃんみたいな。それを隠れてこそっと食べるよね。それをちゃんと慎重につなげていってほしいね。180みたいな言いたいな。今タークン抜いたらね、いいよね。俺を抜いてほしいな身長は、うん、ノアがもうね、ノイノリでかいから。そうだね、ノアもでも伸びたよ最近。また伸びたかな。伸びたと思う。なんか同じくらいだねみたいな感じだったけど今結構。いやもうこのぐらいだね。大きいよね、うん、今ノア160ぐらいあるかな。まだないと思うけど。
やりそうじゃない？かな、うん。ご飯は何合ですか？ご飯1回だいたい5合。5か5、うん、そうだね、うん、5合が。でコアも食べるよ。コアも食べるとき本当4杯とかね、怖くなるぐらいね、やめなみたいな。小分けに入れてるけど、もうやめなって。だって普通にあのご飯屋さんとか焼肉屋さん行くとね、うん、チューライスペロッと食べちゃうよね。食べる。でも細いんだよね。そう、動いてるから、まあ、代謝もいいよね。あ、そうだ。コアっていうか、まあ、うちみんな代謝いいのかな。空がもうちょっと運動させてね。うん、そうだね。うん、まあでもでもでも元気なことはいいことです。いやでもほんまにそうだと思います。うん、じゃあ2人で5号。2人で 2.5 号。2人で 2.5 号多くない？結構あ2人で 2.5 か。うん、なんか今頃から気づいて見てくれてる人もいる。これってアーカイブ残るのかな。残せたら残すのかな。ね。キノコ。キノコ狩りもいかんとな、そろそろ。年の差婚っていうのどのぐらいの年齢なのね。もううちらぐらい年齢になるとさ、年の差ってもうあんま関係なくなってきた。私たちのさ、友達の周りでもさ、離れてる人めっちゃ離れてるじゃん。十いくつ離れてる人もいるし。なんかまあ昔ほどなんかそういう感覚がなくなってきたっていうか、じゃあ30代後半で結婚すると結構年の差があったりとかさ、ただ結婚してきたり、うん、俺とノンが20歳と26、まあ、学年7個違うからまあ離れてるよね多分ね。結構年の差ですねみたいなこと言われたけど今全く感じないもんね。今はないね。確かに。なんでやろ、一緒に過ごしてる時間の方が長いからね。うんうん、18歳差の結婚、まあ、18歳差は結構差があるね。21歳差、うん、すごいね。21歳差すごいね。じゃあもう上の方の方が包容力があるのかな。でももう逆にそこまで離れてたら喧嘩とかないんじゃない。逆にもうもうどうなの？まあ、性格にもよるけど。うん。12歳、あ、結構いるじゃん。本当だ。うん。パイナップル食べたくなってきた。高校生から付き合って同い年で結婚しました。うん。フルーツもうまいのよ。おいしい。おいしいね。フルーツってさ。うん。剥いてもらうとさ、めっちゃ食べちゃうよね。スイカとかな。うん。ほんと。パイナップルこそ剥いてもらわないと食べへんよな。パイナップル剥くのは好き。パイナップルこうやって、よし食べようっつって、スパン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 って大変やん。いや、意外と好き、パイナップルは。マジ？ただ、リンゴが嫌い。うん、リンゴと、梨と。俺リンゴ剥くの好きなんだよな。リンゴ嫌い。みかんはもはやセレブや。うん。でもこうは剥かない。そうだね。うん。パイナップル、マンゴーが結構むずいかも。マンゴーは難しい。でも別に嫌いではないかも。リンゴが嫌いだったもん。リンゴなんか一番もう真っ二つに割ってから剥いてもいいし。リンゴは、好きじゃない。そうか、剥くの長さをずっとやるのがめっちゃ好きや。うん、今年もリンゴは取ってたら、じゃあ私が剥きましょう。リンゴ毎日剥いてますって。毎日リンゴって逆にあんの関係する。まあオレンジもめんどくさい、まあわかる気がする。リンゴは皮付きで食べよう。確かに皮が栄養あるんじゃない。皮が栄養あるから一番。でもリンアップルパイにしてしまえばいい。うん、皮付きだとね。そうね。コンポートとか。あ、リンゴ切る円状のやつありますよ。知ってるそれ。なんかこうグシュって押したらできるやつだっけ。うん。あれってどうなの？いいのかな。
まあでもなんか、よく機械でシャリ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 って剥くパターンもある。剥くのもあるね。桃むきだい。桃手が痒くなるからちょっと洗ってない。うん、桃も皮が薄いからこうピーっていった時ちょっと反応せえへん。あ、そうね。うん、俺あれ好きじゃない。バナナがいい、間違いない。間違いねえな。うん、いやもうブドウでいいや。いやブドウもちょっと。シャインマスカット。そう、うん、イチゴ。まあ、イチゴは向かないじゃん。でも下手取らだから下手。うん、それは大丈夫。ブドウもさ、チュンって出てくればいいけど、そのシャインマスカットも。シャインマスカットの皮を剥くね。そう、私は剥いちゃう。剥いちゃって半分剥きたい。半分剥いて、私はシャインマスカットの食べ方は半分剥いて、半分一回かじって、で種があるやつは種を出して、その半分は皮のまま食べる。もう残ってる。エンドです。違うの。そう食べない。食べない。一回は皮なしを食べる。めんどくさいシリーズな。うん、あフルーツ、あじゃあ魚は。何魚は。さばけるよ。さばけるっていうか、さばく。さばけるかどうかわかんないけど、とりあえずさばく。確かに、なんとか形になってしまう。そう。どうにかさばく。さばけてるかどうかは、わからん。結構、まあ、自分たちでやったことのないことを試すことも多いから、一回、肉を解体したこともあるしな。うん。でもなんか、今は、YouTube があるから、何でも、調べるとやり方が出てくるの。ああだからマジで一番今までに役に立ったのはタチウオ。タチウオのさばき方 YouTube 様様だった。マジ俺がいない時にさばいたのか。はあ、よく俺がいない時にさばくよ。うん、なんか一回マダラ来たじゃん。マダラ、マダラね。うん、でっかいマダラ。もうあれ行っちゃったら怖いものはないわ。割と何でも大丈夫。しかも普通の包丁でね。出刃じゃなくね。うん、うん、2人とも漫画の世界だと思う。うん、漫画のキャラで言うと誰に似てるの。うちらアンパンマン。いやほんとなんでアンパンマンなの。ほんとに一回その人ここに呼ぼうもん。まあ、アンパン、じゃあ俺はジャムおじさんやんけ。アンパンマン、アンパンマンとジャムおじさんで、ね、ここがね、ほっぺたがねアンパンマンっぽいのかしら。うん、ジャニジャのタチウエのタチウオの動画でタチウオさばきました。あれは正解じゃないかもしれんからね。いやそうだよ、うん、私はマジで正解じゃないと思ってた方がいい、全てにおいて。はい、お互い嫉妬することありますか。嫉妬する。常嫉妬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 するかな。すると思う。するとは思う。まあするとは思うけど、なんかやっぱりここまで来て長年一緒にいるから信頼関係ができてきたっていうのはあるよね、多分お互い。確かに。うん、だからなんか嫉妬嫉妬みたいなのはあんまりなくなってきたのかな。お互いそんなに。アンパンマン VS ウルトラマンだからアンパンマンじゃないからね、アンパンマンじゃないから広いすぎた、うん、アイスで好きな種類は何ですか。私もクッキー&クリーム。俺もクッキー&クリーム。嘘だ。嘘。嘘でしょ。シャーベット系でしょ。最近バニラが好き。ああバニラ昔から好きだよね。ソフトクリームが好き。ああ好きだね。絶対食う、うん、どこ行っても、うんうんうん、で声が心地よくて寝ちゃいそうだこのおばさん笑い、うん、チュチュチュって今入ってた、うん、ちょいちょいねチュチュチュが
最後の晩餐。いや、最後の晩餐。最後の晩餐ってどういう最後の晩餐かにもよらない。明日地球が滅亡しますみたいな。元気な状態で。そうそうそう。元気な状態での最後の。明日地球がなくなります。の最後の晩餐は、なんだろう。馬肉？地球最後の日に手作りではなく馬肉、馬肉、馬刺し、馬刺し、馬刺しを、馬刺しともつ鍋みたいな。お腹いっぱい食べたいかも。あ、そんな感じね。うん。俺なんやろ。普通に家族で飯食ったら、まあ、必要的にはもう家族で飯食う方がいいから、うん、でもご飯作りたくないよね。明日最後やし、でも誰かが作ったご飯とか食べたいかも。じゃあ俺が作るか。のパスタ、ターくんのパスタとか。辛い鍋とか。あ、辛いのもいいね。明日もう胃もたれとか関係なしみたいな。最後の晩餐はもうとりあえずバーっていろんなものをこう目の前 に揚げ物フィーバーとか、ね、うん、確かに普段めっちゃ食うことないからな、うん、ピザか。ピザですね。つり、うん、ちゃんこの配信で精神削られてない？あの全然大丈夫。全然大丈夫ですよ。最近 YouTube の曲変わった？タオくんでしょ。俺？うん。俺？まあ、最近ではないけど。だいぶ前。歌ってよ。とにもかくにも。釣りも遊びもや。あ、釣りも遊びもだっけ。家族の子供や。タタ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 チャンネルえんってやつ。ディスられてる。ディスられてる。うん。タヤさんのネックレスどこのですか？私ですか？どこのだっけね。これ一緒に買い物に行って。そうだよね。で、これは指輪が入んなくなった指輪つけて。池袋のパルコ。あ、そうだそうだ。うん。で、ノンと買い物してる時に指輪が入らんから、うんうん、新しい指輪を作りに行くから、それをつける用のネックレス買おうっつって買った。それをつける用のネックレスだっけ？で、太陽の。うんうんうん、太陽の、うんうん、そうそうそう、星、うん、太陽のマークね、マーク、マーク、太陽マークみたいな。台湾のロケ行ってきたんですよ、うん、でお土産あげたんですよ。カップラーメンすごかったな。いやすごかった、うん、面白かったね。なんか台湾のカップラーメンってマジで台湾だった。なんか調味料がなんかいっぱい入ってんの。で、向こうのやつはあの八角の味がするの。こう、わかる？八角。香辛料。香辛料です、うん、みたいな、うんうん。で、めっちゃ辛いね。めっちゃ辛い。辛いっていうか、なんか四川っぽい。そうや、台湾やけど。うん、でもあれは、もう台湾行ったら、もうそのカップラーメンだけでお土産が喜ばれるんじゃないかっていうぐらいすごかった。うん、面白かった。面白かったよね。うん、食べんの動画にしたかった。そうだね、うん、何これ何これみたいになってたね。バシも食べたよね、台湾のカップラーメン、うん、まあ食べられました。まあまあそうだね、ちょっとやっぱ癖がある、ね、強いからね、いろいろね。香辛料、海外の香辛料、海外ですみたいなね、うん、全世界の食べ比べとかしてるんだよ、うんうん、ああいうの面白いですね、みんなで食べるとね。そうだね。また海外行くから買ってくるよ、うん、カップラーメン。どこの国もあるのかな。あるんちゃう、その国にあったみたいな。日本だって和風にしてあるよ。まあそうか、まあ、日本発祥やけど、うん、そうかそうか、そう、まあ、今日の夜ご飯を何にする？カレーです。カレーライスです。さあ、早い。うん。
身中にやっておいた方がいいこと。2人で旅行行ける日が楽しみですね。うちらってこと？うちら2人で旅行に行くことはもう10年先ぐらいないんちゃうか。でも逆に10年経って子供が育ってて下手したら孫がいるかもしれないよね。まあ孫は孫で大変だろうけど、うんうん、楽しみだけど、うん、2人で旅行か。じゃあ2人で旅行行くんやったらこの前聞いたの、うん、2人それやったら仕事絡めて旅番組がいいって言ったの。え、それ私が言った？言った。ああ2人で行くとなんかこう洗濯物とか荷物とかいろいろだからこういろいろ大変すぎて、で仕事で行くとやっぱあのちゃんとしたこうシチュエーションをスタッフさんが演出してくれるから、そうそう、ね、どこが一番名物で美味しいとか、うん、ん結果ね、バッシーたちもいるしみたいな。たーくんはもうあらゆるところに行ったことがあるから2人だけでもしじゃあ行ってもたーくんは知ってちゃってるところに結局こう連れてってくれるってなると感動が一人だけになるのが嫌だったの。まだ行ったことないとこある？まだ行ったところないとこだったらいいけど、タクが行ったところに行くと軍艦島とか、軍艦島硫黄島とかなかなか行ったことないとこは行ったことないけど、うんうん、ただ仕事をしていくにつれてどんどんその初めてが俺減っていってるから。まあ確かにね、だから10年、先週も鳥取先行ってきたし、10年でさ、そうやな、小笠原諸島とか。ああ有名じゃない？有名有名、1週間行ったら帰ってこられへん。あ、そうなの、遠いの、島か。船が1週間に1便しか。やばいね、それは。台風来たら中止になったらもう1週間になる。やばいじゃん、それはやばい。でその分楽園が待ってる。ああ、いいとこなのか。そうそうそう、そういうことね。だから大きく子供らが大きくなったら、まあそうね、2人で行くか旅番組か、うん、どうですか僕らの2人の旅番組見てもらえたらいい。こんな感じなんだ。こんな感じでいろんな旅してるんじゃん、うん、じゃあ皆さんも地元に行くかもしれないし、あ、うん、行ってみて。だからなんかたーくんがさ YouTube でさあのダーツの旅みたいなのやってたじゃん。あ、前やってたね。ああいうのもやってみたい。ここにポンって投げて、え、そうそうそう、そこ、あ、その料理を作ってたのか。そうだそうだ、そうそうそう、そこのでも、うんうん、今お土産編がいっぱいやってるけど、はいはい、確かにね、行ったら感動すると思う。いや、いっぱいある。だって私本当に行ったことないもん、そんなあっちこっち行ったことない。だってもう現役時代はさ、いろんなところにそれこそ行ったことあるんよ、いろんな県に。でもバス移動とかだったし、全部カーテンしましたから、どんなとこなのかも知らない。だから博多を行ってるけど、博多の街を歩いたことないから。そうやな、もうお店に連れて行ってもらってみたいな。そうそうそう、ホテル戻ってみたいな。そう、もうコンビニ行ってみたいな。そうやな感じだったから。確かに。どうですか僕ら2人の旅番組のレギュラー。いや大丈夫。レギュラーは大丈夫。月1本すごいすごいわがままじゃん。すごいわがままじゃん。もう生配信でやっとけよって思っちゃうよ。本当に。いやだからさ、逆にその10年後とかに YouTube っていうのがあるのかな。そこも思うよね。どういうものが流行って、それこそなんか本当に空飛んでたりするんかな。空飛んでたり、うん、だから結局進化していくじゃん、今のもう全てにおいて技術がね、うん、だからどうなってんだろうって、そのうちらの老後、ね、あ、老後だ、老後的な、その10年後20年後。だって15年前はさ、結婚した当初は iPhone なかった、うん、なかったなかった。iPhone っていうのが出るらしいよから始まってるから、うん、でタグンとまだ付き合ってる時にね、あの電話をめっちゃするんで、無料通話、LINE 電話なんてなかったから、無料でお金がすごいかかっちゃったから、無料でできるウィルコムっていう携帯を電話専用で、そう、2台持ちしてた、パコパコしてるやつね。まだだらけやつ、パコパコするやつやってたわ、うん、だから
その時に今のその YouTube とか、まあインスタだったりとかそういうのもさなかったじゃん。 YouTube あったかな。SNS がなかった時代だったから、うん、あったのかな、まあ、ミクシーがブログがあったから。ブログも走りだもん。そうだね、ブログが流行ってくるちょっと前ぐらい、うん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 、だな。10年後辻ちゃん46、太陽さん53よ。やっべやばいね。やっべ俺52年。やっべ、それは山口県来てほしいって。山口県多分行ったことあるでしょ。あるよ。いや私もあると思うよ。下関だ。ああ、フグ。そうそうそう、うんうん、瓦そばとか、うんうんうん、瓦そばいいね。ずんちゃんガラケーデコデコしてましたよね。デコデコしてた。キティちゃんとかつけてた。ストラップやばかったよね。ああ、つけてたつけてた。スマホよりジャラ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 つけて、なんかこう電波を拾うみたいな、こうやってたね、うん、振ってこうやってみんなでめっちゃ振ってさ電波探すみたいな。プリクラめっちゃ貼ってたよ。プリントクラブってやつ。まだあの盛られる前に。全然盛れないよ。もうだってフレームを選んでそのフレームにハマって落書きとかもできないし。何枚撮ったかな一緒に。一緒に大そんなに撮った。結構撮ったで。でも多分私は女子っていうのもあったのか。そっか、俺他に撮る機会ないのか。そう、もう小学校から結構もうプリクラの手帳とかあったし。またプリクラ撮んのっていうぐらい撮った気がする。そうか。たーくんと飲んだよ。夜がちっちゃいみたいな。あったあったあった。あったあった。それは今でもなんか覚えてるし、そうこの間ノアの母子手帳のそのケースの整理してたらノアの1歳、2歳ぐらいの時の3人のプリクラ出てきて。あー、ノアがちっちゃい頃ね。そうそうそう、めっちゃ若かった。若かったね。でも今でもプリクラあるのすごいよな。いや今のプリクラはすごい透明とかあるからね。え、透明なの、透けてるプリクラっていうの。透けてる、撮った人が透けるんかと思った。どういう人透けないと、プリ、何そのプリクラが透けてるの、透け透け。でも今なんかプリクラっていうかシールっていうかトレカみたいなのにもなってるらしいよ。その携帯にさ今後ろに透明になってて、うん、そこにこう挟むようっていうらしい。なるほどね、透けて見えるやつや。そう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 。だってちょっと話戻るけど時代がどんどん変わってるって話でさ、今の子はなんか LINE 交換しようじゃないんだって。インスタ交換しよう。インスタ交換しようっていう出会い方らしくて、インスタみたいな。インスタの方がハードルが低いらしい。らしいけど高いよね、うちらからしたら。インスタ交換するんすかぐらいの感じやん。うん、うん、え、そのだからインスタでつながってる人はもう友達ってことだ。インスタはだから友達の友達も全部見られちゃうから、うん、なんか広く浅くみたいな。だからプライベートが見えちゃうわけじゃん、インスタの方が。どんな人とかも分かるわけじゃん。 LINE はハードル高いみたいな。ハードルは、あ、限られた人だけ。そういや、もう1対1の LINE のレートになるやん。ああ、そういうことね。そう、はいはいはい。でもインスタも DM とかあるからさ。そうそう、だからみんなそのインスタ公開しようって言って DM でやり取りしてる、うん、でしょ今の子たちは。すげえな。いや、すごいよね、時代が。時代はね、流れてますね。そうなと思って。はい、そうそうそう。10年後なんかもう想像つかない。いや、だから飛んでんじゃないかなと思うよ。自分が空を。いつ飛ぶんだろう。よく言ってるじゃん。なんか車が飛ぶとかさ、飛べるようになるみたいなこととかさ。飛ぶんか、タケコプターみたいな。飛ぶ時代が来るんじゃないかみたいな。そんな時代が来る、まあ、まあ、分からんやもん。うん、いや、そろそろいいお時間でございます。本当だね。もうご飯、夕飯作り始めないと。夕飯作る時間や。いや、そうなの。そう思うじゃん。でも私、本当に夕飯作るの最近、ほんと5時半。5時半になって、あ、やばい、やるかってなる。そう、だから YouTube もやっぱ6時半のなんてあかんだとかね。そう、ちょっと前までは前にこう支度して支度してとかやってたんだけど、
もう最近は本当明るいからなおさら時間の感覚がこう今ももう5時じゃん気づいたら日が伸びてるから、ね、そう日が伸びてるから感覚がちょっとおかしくて、だからなんか夕飯作るのもどん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 遅くなってっちゃってる自分がいて、でもうちらはもう晩ご飯の時間も遅れてきて、まあそうね、子供たちがまあ習い事だったりとか、あとまあ門限がちょっと伸びたりだったりとか、成長に連れてね、そう、ただまあ早い組は早い、遅い組は遅いみたいな感じだから、夕飯の時間がみんな揃っていただきますっていうのが本当になかなか難しくなってきたっていうのはあるから、じゃあ6時とかに晩ご飯食べたらせいやとかなんか多分あと2回食べるよね、6時に食べちゃったら、9時に腹減った、11時に腹減ったとか言うから、そう多分間見たぐらいで1回で終わらせてぐらいの方がいいから、うんうんうん、そうなんか1日最低5食ぐらいは食べてるからようにしないようにちょっと遅らせるとかね、そうで いっぱいご飯食べさせるんだけど普通にもまたその後食べたりするから、いやもうなんか無限なんだなと思って、その成長期の中高生は食べる食べるとは聞いてたけども、ね、うん、最近ノアもめっちゃ食べるからマジで本当によく食べるなと思ってそうやな、うん、まあ作りがいはあるけどね、大人より食べる、そうなのでまあとりあえず今日は帰ってサラダとカレーを作れば大丈夫なので、うん、サラダはもうピッ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 ってやっていけるし、カレーはもうバッバッバッってやればできるから、そう今日の夕飯はもうカレーとサラダですね、はい、じゃあ帰ってささっと作りましょうか、そうですね、お風呂も入れちゃいましょうか、はい、はい、もうすごい楽しかったですなんか一方的にごめんなさいって感じ、なんか楽しかったですまあいいトークもできね、楽しかったです、うん、はい、楽しかったです、もうなんかあのアイスケーキの行方が気になって、ああ確かにもう固まったかな、固まったかな、ちょっと固まったかな、まああれは持って帰って、持って帰って子供たちと食べたいと思います、はい、やばい、テレビにつなげて見てるってすごい大きいんじゃないこれ、うちはもうこんなんだよ、やばいね、やばいです、やばいやばい、はい、まあこれにね懲りずまたターノンチャンネルの生配信ね見てもらえると、次はいつですか、次は来月に結婚記念日があります、もうまたかよ今日はあくまで入籍記念日なんで、入籍記念日、はい、で7月の19日に結婚記念日があるんですけど、まあまあそこにまあできたらまたやりたい、そこで過ごしてしまえば、次いい夫婦の日来ますね、いい夫婦の日が来て、はい、そうだね、その後もうそこから結構怒涛にだから1月31日の愛妻の日とかもうターノンだ、ターノンで考えたらね、ターノンだから、はいはい、まあだからちょっとターノンチャンネルもね今後こうやってちょっと動き始めております、前回の質問の答えで取らな、何が、あ、質問の答えも取ります、取ります、はい、もちろん取ります、またじゃあ今月か来月中にはアップできるように、頑張るように頑張りますので、はい、もうターノンチャンネルね、ちょっと900人減っちゃったわけで、でも200人ぐらい戻ってきてくれて、そうだね、ちょっとこうやって配信することでまたターノンチャンネル登録したいなって思ってくださる方が1人でも2人でも増えたら嬉しいなと、もはやこのチャンネルがもう謎な存在になってきたんだけど、ね、うん、だから本当にさっき最初の話にも出たけど、うん、私とタークの趣味っていうのがこれかもしれない、共通の趣味ないから言ったらこれだね、ターノンチャンネルが趣味です、趣味とかなんか2人の楽しみみたいな感じになれたらいいのかなっていうふうに思った、今日なんかこうやってやっぱり子供たちがいると2人の時間って あるようでなくてね、2人でこうやって喋るなんて意外とないよね、そう、ええ、いや誰かなんかわちゃわちゃしててさ、なんか話したいことあってもさ、なんか結局途中で終わっちゃったりとかさ、まあね、するから、まあ、こうやってさもう二人でこう、やばいやばい、私そちらからね、来たのでそろそろごめんなさい、いつ帰ってくんのみたいなね、そうだね、お腹空いたって多分言われると思うので、はい、あでも1時間半もね、はい、終わらせたいと思います、ありがとうございました、なのでそうですね、急な始まった生配信だったんですけど、本当に4000
4500人ぐらいの方が見てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございました。結婚入籍16年、はい、もう杉浦歴です。杉浦歴16年ですけども17年目になるんですか。17年目も変わらずに、はい、はい、過ごしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ぜひ温かく見守っていただけたらと思っております。私が出ないのでダー君の方にもかかってきております。そっちゃんから、あ、そうだからかかってきてる、はい、ちょっと急いで、はい、はい、急いで帰ってご飯だと思います。多分お腹すいたっていう感じなので思います、はい、ご飯作りたいと思います。はい、今日は皆さんお忙しい中ありがとうございました。ということでまた次の動画、質問返しの動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ、チュ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 